旧 DHC テレビジョン継承番組、帰ってきた虎ノ門ニュース、青山会で巻き返し、闇鍋も踏ん張る、という動画などで、旧 DHC テレビ継承番組の数字についてご紹介してきました。今週はどうなったか確認してみました。ニュース序念。8月28日週54,000、9月4日週110,000、11日週74,000、9月18日週69,000、合計307,000再生です。最新週が須田会でしたが、10万に届きそうもありません。ただし、平均的に5万を余裕で超えているので、今までより伸びています。闇鍋ジャーナル過去から YouTube。8月28日週551,000、9月4日週372,000、11日週403,000、18日週362,000、合計1688,000再生です。9月から始まった毎日ライブですが、今まで数字的には高橋会の50万再生の週を度外視すると微増していますとご紹介してきました。一つ見誤ったのが2週目以降の再生数です。9月9日週を見ると追加の再生がありません。ライブは見逃した際に後日再生することが少ないようです。その前の週の8月28日の火曜金曜の切り抜きは多少伸びていることからも伺えます。闇鍋ジャーナルかっこかりニコニコ。8月28日週17,656、9月4日週28,351、11日週28,539、21日週22,957、合計97,503再生です。配信が認知されていて出演者が多い月曜木曜が少し数字が多めです。毎日ライブ効果で4週合計再生数が増え、10万が見えてきました。朝8、8月28日週136万、9月4日週159万、11日週153万、18日週136万、合計584万再生です。百田新党発信開始の話題性が凄まじかった2週前より、多少落ちたものの140万再生を睨む数字です。次のニュースをどう作っていくか、興味を引き続けるか、このあたり朝8コンビはうまいので、当面発表まで数字的には安定しそうです。とはいえ、勢いが落ちつつあるのは少し気になります。帰ってきた虎ノ門ニュース。8月28日週35万、9月4日週17万、11日週28万、18日週14万、合計94万再生です。私の都合で普段日曜日に集計しているのが今回は土曜日になってしまっています。とはいえ最新週が14万再生と少し心もとない数字です。この回は長谷川幸宏、常念司、原英二となっています。長谷川さんは数字が取れるイメージがありましたが、高橋さんとの交尾だったことが大きい可能性があります。常念さんは旧虎ノ門ニュース時代はナンバーワンの時期がありましたが、復帰後は芳しくない印象です。ニュース女子、司会同士でもあります。総合的には低調ですが、その中でも朝8で一つ懸念点があります。百田直樹先生のビジュアルです。百田直樹先生は現在髭を伸ばしていますが、以前もちょいちょい武将髭がありました。これは絵面に影響を与えていると感じます。有本さんも以前このようにおっしゃっていました。誰かの好き嫌いで番組起用が決まると思っている時点で、この手の仕事を舐めてるんじゃないか。番組に起用されるかどうかは、1に数字、2に内容の濃さ、3に絵面、4に常識、嘘をつかない。スタッフ等に横暴に振る舞わない。自分はこの番組に貢献できたかという反省はないのかね。みんなプロだよ。とのことでした。今後は番組出演者としてではなく、政治団体の党首としての立ち振る舞いが求められていくと感じました。ケンカー君はその辺の一般人としての立ち振る舞いすらできてないよね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。